有限会社大阪イニオンの北村雄二と申します。大阪府堺市中区にて学校制服、体操服、帽子、靴、給食エプロン等の学校医療の販売、会社制服の販売をしております。何かお探しの商品、お困りごとがございましたらご連絡ください。皆様のお役に少しでも立てれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は1月の29日の土曜日ということでですね、大阪堺の天気は曇りのち晴れで、最高気温が10度、最低気温が3度ですかね。で、降水確率が 0% ということですけどね、朝からどんよりね曇ってますね。まあでも気温はちょっとね10度前後なんで、まあ、まだましいかなって感じですけど、まあ、朝晩冷えますね。まあ本当1月あっという間にもうね、あと、3日、今日は合わせて3日ほどでね、もう終わりですけども、ちょっとね、学校サイズの方がなくなったりね、ちょっとお客様にご不便かけておりますけども、本日もですね、中学校制服の、再送の受付を店頭の方で行っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。あと中学校の、制服の再送ですね、あと新入生の再送対応と、あと在校生の、追加購入と購入いただいた制服の修繕対応ですね、あと小学校の関連商品の販売、会社制服の販売の対応もしておりますのでよろしくお願いいたします。営業時間は10時から7時までとなっております。と手洗いが感染症対策ですね、こちらのも気をつけて、換気度も気をつけながら、皆様のご来店をお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。あと玄関の方にちょっと消毒液を置いてますのでね、プシュッと、ご協力の方だけいただけますようによろしくお願いいたします。今日はこんな感じの天気ですね。ちょっとどんより曇っておりますが、皆様いい土曜日をお過ごしください。